どうも、ウェダックスです。本日は、ゴドックスのストロボトリガー。ストロボをワイヤレスで光らせるためのやつですね。X3 っていうのが出ました。かなりコンパクトでおすすめできる商品だと思います。でトリガーっていうのは、こういうのとか、こういうのとか、いろいろあるんですけど、今まで,で大きかったんですね。で、これがこんなにコンパクトになった。で、液晶なんですね。かなり操作もしやすくなっているんで、 使っていきたいと思うんですけども、実はこれ、もともと持ってる、これはソニー用なんですね。何を持ってソニー用かっていうと、X3 の横に S って書いてる。これがソニー用ですね。はい。電源入れてみるとですね、ここ、横ボタンを押すと電源が入るんですけど、こんな感じで光るわけです。でとてもわかりやすくて、えー、っと、ボタンを押すとですね、こうやって、あとはダイヤルで。 露出、上げていったり下げていったり、で、押してまた下を選んだりとかね、できるわけです。下はもう今オフにしてますけど、はい、こんな感じで。で、横のボタン、これでメニューですね。はい。セッティングとか。はい。で、まあ、いろいろ設定できますけど、ワイヤレス。これ、チャンネルですね。あの、ストロボ無線で飛ばすんで、 あのこっち、これとね、チャンネル合わせないといけないんですよ。これが今、えー、っと、A の4チャンネルになってるの分かりますかね ?A の4チャンネル。はい。なので、こっちも A の4チャンネルにしとかないといけないというわけです。はい。まあ、ストロボ使ってる人なら大体当たり前にあるような設定類はこちらにあります。残念ながら、ラングエッジは、 ととイングリッシュしかないという感じですねここい大体戻るボタンにもなる、うん。大体元に戻したかったらこうやって戻ればいいと。で、露出変えたかったらこうやって選んで、こうやって変えれると。で、えー、TTL、マニュアルじゃなくて TTL の時はこれ押したら TTL。TTL でちょっと露出上げたい時はこうやって0.3上げるとかいう感じですかね。はい。 えと別にこっからでもこっからじゃないやこのこっち側こっちからでもこう押してうんすぐに操作できますんで特に難しくないとは思いますはいではですねえとキャノン用をこれ新品があるんでこの新品の状態からこいつに取り付けて写真が撮れるところまでやっていきたいと思いますはいこれはえとゴドックスの 前のやつですねこれもかなり使いやすかったんですけどボタンがね操作感がすごく分かりやすくて結構好きなやつなんですけどこのコンパクトさがいいです、ね、軽いし電池いらないんでで t y p e C での充電に USB t y p e C の充電に対応してて取り付け取り外しもここをボタンを押してやる感じでかなり気に入っておりますはいこれ電源切っとこうはいそしたら 新品を開けていきたいと思います。皿ですね。これがだからキャノン用なんですね。中に、えっ、ー、と、メガネ拭きみたいなやつと、本体。はい。あと取扱説明書入っております。基本的に取説、民でも操作できると思います。はい。ちょっとバッテリーがあるかどうかだけ不安です。はい。つきました。で、ちょっとこの状況やと明るすぎるんですね。ちょっと明るさ調整します。 えっと、メニュー出して、セッティング。で、えっ、ー、と、スクリーンですね。スクリーンの明るさを下げます。これも手でもうこうやって下げれるんですよ。手でもこうやって上げたり。うん。これが素早く操作できますね。はい。そしたら、えっ、ー、と、256分の1になっているんですけども、 これをとりあえずどうしようかな。えっ、ー、と、TTL にしましょう。TTL にします。TTL っていうのはカメラが自動的に、あのー、適度なライト、ライティングをしてくれる設定で楽です。はい。そしたら、これで戻ってですね。で、チャンネルを設定してあげないといけないので、もう一回メニューボタンを押してセッティングですね。で、一番左上のワイヤレス。ここでチャンネル、今21になってるの。 21, 21を先ほど言ったように4チャンネル、はい、4チャンネルに設定しましたこれで A グループの4チャンネル見えにくいかもしれないけど左上にね CH4 って書いてある、はい、この状態で OK ですねはいそしたらこれをカメラの方に取り付けていきたいと思います 取り付けるときは、えー、と一応ね、このボタンを押しながら取り付けた方がいいと思います。押しながらスライド。結構硬いんですよね。はい。これで取り付いたと思います。で、この状態で、えー、と A で4チャンネルになってるはずなので、こいつは A で4チャンネルなので、光るはず。はい。そしたら電源入れて、で、レンズキャッパー取れてますので、 このままシャッターを切ってみたいと思いますシ。シャッターを切ります。はい、こんな感じで光るわけですね。で、どんな写真が撮れてるかはまた後でお見せしたいと思います。はい、どうだったでしょうかこれで一連の流れ分かりましたでしょうかこんな感じでね、簡単に、えっ、ー、と、まあ、トリガーはね、触れば勝手に使い方分かると思うんで、あのー、もしカメラ持ってる方、 あのストロボを使ったことがないよって方は是非ね導入検討してみてはいかがでしょうかストロボがあるとねいろんな感覚っていうか見え方が変わってくると思いますのでそしたら先ほど撮った写真をせっかくなのでお見せしようかこの汚い部屋を見せるだけなんですけどで、えー、と私ピントどこに合ってるかも確認せずに撮った写真ですはいそしたらちゃんと一回撮ってみようか はい今度は悟空にピントが合ってるかなはい。再生で、はい、こんな感じで綺麗に写真が撮れると思います。どうだったでしょうかということでね、Godox のストロボトリガー。まあ、えっ、ー、と、ストロボを複数登録したりとか、えっ、ー、と、まあね、3個とか、まあ、 私もせいぜい2灯までしかしないですけども、複数のストロボを同時に制御するのにもってこいですねで、ワイヤレス、まあここにつけるストロボもあるんですけどもあの、天井バウンスとかにするとね、いい感じに結構色が出たりしますんで、このワイヤレスストロボも結構おすすめですね。これ、ゴド d ク x の AD200 Pro っていうんですけども、多分そんなに高くなかったと思うんで、こういうのも。 入れていくといいくと、ね、で、すねでこれ 5D Mark III なんですけど、なんと中古で5万円で買いました。で、えーと、シャッターが2万ぐらいしか切られてなかったんで、結構お買い得やったと思います。ちょっと人を撮るのにね、やっぱキャノンがいいなと思って、で、ソニーも複数台持ってます。こ,こ,こちら辺ソニーなんですけども、で、キャノンも今2、3台あるんですけど、カメラの本体って私結構売らないんですよね。 だから持ち続ける方なので、どんどんボディ増えていくんですよ。だから、まあ最終人にあげることが多いんですけど、はい、そんな感じで使ってます。はい。g ドックスの X3S。興味のある方、ぜひチェックしてみてください。もちろん、えっ、ー、と、ニコンとか、ソニーとか、キャノンとか、すべてのメーカー、対応している機種あると思いますので、概要にリンク貼ってありますんで、チェックしてみてください。はい。本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。 はいどうだったでしょうかこのコンパクトな鳥トがねかなり良いだからソニー用とキャノン用2個ゲットしてしまいましたあのカメラのね デザー撮影の動画をやったんですけど、そんなに再生されなかったのに、あの、ゴドックさんが気づいてくれたのか、今までカメラの周辺機器で提供されたの初めてだと思うんですけど、実はカメラ結構やってます。はい。で、今までのトリガーが一番最初これやったと思うんですよね。で、これにさらにボタンがついてるのあって、それも持ってるんですけど、全部基本的にはソニー用ばっかりかとは思うんですけど、で、次にこれですね。これキャノン用なんですけど、 これも使いやすかった。ボタンがすぐわかりやすくて、すぐ選んで操作しやすかった。で、さらに進化してこれが出てきたわけですね。これは素晴らしいですね。こんなにコンパクトな、もうカメラの一部分みたいじゃないですか。特に気にならないでしょはい。で、ぜひね、カメラに興味ある人ね、今始めたらかなりいいと思いますよ。5D Mark III が中古で多分5、6万で入手できるんですよ。で、まあ、 一眼レフですけど、ミラーレスでも EOSRP とかで、また新しい EOSR が出ると思うんで、かなり格安でカメラ買えるようになってきてると思うんですよ。だから、えっ、ー、と、子供を撮ったりですね、私の場合、孫を結構撮るようになったんですけど、あとプラスアルファ仕事でもたまに写真の仕事はしてます。はい。まあ、そんなめちゃくちゃプロというほどやってないんですけど、ホームページ用の ものの写真であったりとか、えー、と知り合いのタレントさんの潜在の撮影であったりとか、その程度のことはやっております。はい。で、あとは、好きでカメラは触るんで、複数持ってますし、この映像も今、ソニーのカメラで撮ってます。はい。そんな感じでやってます。はい。ということで、2回目、本日はこれで見て終わります。ウェダックスでした。バイバイ。